どうぞ。さあ始まりました「パッサンチャンネル」ツーリング。スクーターキャンプ。到着。はい、トライアルで買い込みしました。それじゃあみんな揃ったんで行きたいと思います。この車入ってくんなよじじいってんのにみんなを。ジャイロキャノピー、セロ、デッカブ、ウィッシュ、スウィッシュ、PCX、カブ、ZZR、カブ、知らん人やった。みんなが草刈りというか草すきやってくれたんで、前回のこのかまどが復活しました。おお、いいですね、いいですね。あと日差しもちょっとね落ち着いてきたんでよかったですね。ブルーローズくんが寄付してくれた椅子と机とかもあります。じゃあまあそこそこでまあ準備してね。はい、今火起こし職人が頑張って火を起こしております。ゴーゴーと燃えるところまであともうちょっと待ってください。ブルーローズもこれめっちゃいいですね。このなんかテーブルにもなって椅子にもなってめっちゃいいじゃないですか。1回ぐらいしか使ってない。おっとここでこれから使っていきましょうかね。海だと今撮ってますよ。マスクカルビから落ちていきそう。全部落ちるんじゃん。こっちの網の方がいいじゃん。こっちの網の方がいい。やっぱりお金を出してちゃんとコンロを買った人たちは成功してますね。もうなんとかこの自家製でなんとかしようとしてとかちょっと悪戦苦闘してます。お、いいじゃないですか。めっちゃ可愛いそのねコンロ。焦げてますけど。めっちゃみんなちゃんとしてる。もうバンバン食べてるじゃないですか皆さん。俺んとこだけ。すげえ本格的。みんな言うとしてますよ。ギューってここのチームだけが原始的な全然生なんですけど、いつ食べれるんでしょうか。ホルモンうまみ焼きです。ジョナさんからうなぎ丼いただきました。早速うなぎ丼、まあかば焼き的な食べてみたいと思います。おいちー僕肉全部焼いて食べたんですけど、終盤に来てめっちゃ火力出てきました。この火力が最初に欲しかったです。残念。各種松茸取ってきました。これ食べれるんでしょうか。僕的にこれが一番大物なんで、これはもう食べれそうかなっていう。これでね、これで画像検索したいんですよ、こうやって。いや、でもなんか、どれも似てるから、どれって確定できないんですよね、正直。なんか、まあ、食中毒ありましたやん。はい。でもね、この大きいの、ほんまにも一番端っこのもうすごいとこに。これ、これ誤食して死亡するらしい。その持った手をなんかペロって舐めたりして。うっかり。ああ、手洗わなあかんってこと。菌がついてるかもしれないです。本当に焼くんですか？ともきさんが焼き芋作ってくれました。今、落ちた見ました。大丈夫です。安心してください。食べます。めっちゃうまい。うん、あ、みんなよ、みんな晴れパパについてってよ。僕は別ルートで行きます。ヨノコンに戻ってきました。そしてトントンさんが車で遅れてお疲れ様です。じゃあトントンさん一言お願いします。お疲れ様でした。普通。さあ、ある程度漫談が終わったところで、皆さんありがとうございました。さようならでございます。マルニャは無事に帰れるんでしょうかっていうことですね。胸に抱いて、そろそろみんなのお別れの時間です。皆さんお疲れ様でした。ではいられない。